今日はね、1080p の60フレームです。1080p の60フレーム。で、手ブレ補正あり、歪み補正はなしになります。で、手ブレ補正はね、1080p は60フレームまで、120フレームは使えないようになってます。まあ、処理が追いつかないってことだよね。4K は大丈夫だったよ。ね、フレーム、60フレームを超えると手ブレ補正ができなくなるんだね。多分ね。はい。そんなわけでね、今朝はこんな感じ。すごい、もう一気にね、いろんなものが伸びて、ただ風が強いんで、伸びてるんでね、今、こうやって補強してあげないと倒れちゃうから。今日はもう早い時間からね、せっせとやっておりました。すごいんだよ、もうほら、春菊どんどん伸びてるし、ねえ、たった2日、おー。で、はい、ケンシロウ。この間ね、初収穫したんだけど、ケンシロウ。またね、収穫です。はい、2本目、収穫になりまーす。いやー、一気に来たよ。一気に来たよ。よいしょ。取ったどー、ケンシロウ。はい。ね、2本目の収穫になります。いやー、すごいね。素晴らしいね。そしたらね、ここら辺、下の方とかね、もう1個のキュウリに対して1個の葉っぱ、親子関係があるので、もうここら辺がいらないんでね。うん。こうして、切っておきます。ね。今どっから切った？これだよね。よいしょ。その隣はね、赤ちゃん。この葉っぱで、これが親。ね、こんな感じだね。うわ、風強い。これは、あと1日2日ぐらいであるかな。あ、ここのケンシロウが。よいしょ。お、ここを収穫しよう。あ、2本、今日は3本収穫できるな。今日はね、ちょっと待ってよ、ここ、いいよ、ちょっと、収穫できるかな。いいよ。よいしょ。はい、本日ね、2本目、ケンシロウ、取ったぞ。よいしょ。ねえ、はい、ここにもあるので、よいしょ。おぉ。もうすぐ成長するからね、距離ね。はい。ケンシロウ。昨日はね、こんな大きくなかったのに。ねえ。ぐんぐん成長してくれるね。ケンシロウ、頑張れ。ここら辺がね、これね、あ、これもうちょっとこう伸ばしてあげないと、これまた、あれ、沈んだね、これね。ちょっと片手じゃ無理だから、これ伸ばしてあげないと。やばい。で、今日はね、水菜を収穫して、で、ミニチンゲン菜、ね、春菊、あれして、で、今日はラーメンで食べます。ね。はい、手ブレ補正どうだったでしょうか。ちょっと歩いてみるね。よいしょ、ちょっと。はい、歩いてこんな感じ。雑にね。で、こうやって、ローアングルで、こうやって持ちながらね。ぐー、はい、どうでしょうか。手ブレ補正具合はどうでしょうか。多分風が強いからうるせえと思うけど、ぐー、風が強いけど、ぐー、どわー、疲れた。はい。手ブレ補正の検証でした。またね。